2号の RCIC ってわからないじゃないですか。それで、10時55分の時点では確かに回ってましたけど、ほぼ路圧とイコールでしたよね、都市圧が。だから危機管理としてはもしかするとほとんど入っていない状態が続いてたかもしれなくて、でかつ露水系がバカになってたとすると結構悲惨な状態にもしかしたらなってるかもしれないですよね、うん、1号と同じような状態になってる可能性あるんでね。それで今やってるんだけど、要するに、ま、でもそれの露圧みたいじゃんな。それから RCIC の今運転状況を発電に確認に行ってもらってるから、その結果を見てそこでもう15条判断だとかいう形になると思うんだけど、